様です。休みの日にこんな場所で会うなんて偶然ですね。いえ、携帯をしまったのに別に意味なんてないですよ。慌ててしまったように見えたって言われても、そんなことしてないですってば。考えすぎですよ。何を言われても何をしてたかは教えな。見つかった。ええ、認めますよ。あなたが来るまである動画を見てたんです。何を見てたのかって、そんなこと知ってどうするんですか。まったくもう。はい、これですよ。ええ、そうです。DJ のプレイ動画です。ああ、でも勘違いしないでくださいね。別にバンドをやる気になったというわけじゃないですから。ただ理由はどうあれ、バンドをすることになったのには変わりないですから、少しぐらいはそういう動画も見ておいた方がいいと思いまして。それなりに見えた方がいいでしょ。まあ、あなたの言う通り、正直動画見ててかっこいいと思いました。今まで DJ ってただシャカシャカするだけの人ぐらいにしか思ってませんでしたから。それが DJ のスクラッチ一つだけであんなにも会場を盛り上げることができるなんて、そのすごいなーって。別に DJ を本気でやりたくなったとかバンドを本気でやりたくなったとかじゃないですけどね。少しぐらいは興味が湧きましたけど、今のくれぐれも心たちには言わないでくださいよ。私はそろそろ行きますから。それじゃ。